今日はポトスを増やす方法をしたいと思ってます。ポトスがこのように大きくなりました。ここからこんな風にですねなりまして、と根がハブないんですけど 1,2,3 と出ております。このままいくとこうやってつくんですけど浮いてるのでありません。ここのポストスが 1,2,3 個出てきますね。ではこれを切りましょう。切ってあとでまたのクリームを塗るんですが、これはですね紫のシソをすくっていた跡になります。なのでこのようにこれとこれを差し込んでいきます。ちょうどあったのでこれを利用します。ポトスが完成しました。そしてどんどん これをまた切ります。新しい土がある場合は新しい土でやられる方が良いと思います。
ースが出来上がりました。これでちょっとしばらく様子を見ています。でこれが切ったのです。でこれはまた後で止めるやつで止めます。ご視聴ありがとうございました。